こんにちは、フランス語のコーチです。今日はフランス語の基礎の文章の作り方の話したいと思います。なので、どちらかというと初心者向けの動画になります。フランス語では基本的に英語と同じ語順になって、つまり先に主語が来て、動詞が来て、そしてあったら目的語とか形容詞とかが入ってきます。主語っていうのは行動を起こすものです。行動を起こす人です。は主語と言いますね。動詞は行動を表す言葉です。で、目的語は行動を受けるものです。それはすごく大事で覚えておいてください。じゃあ、例えば、最低の文章は主語と動詞が必ず必要です。それがないと文章っていうものにならないです、基本的に。例えば、Je mange. 私は mange。 私は je mange。食べます。食べてます。私は食べてます。Je mange。 最低に短い文章になってます。目的語を入れたら、 Je mange une pomme。 Je mange une pomme。 私はリンゴを食べます。私は行動を起こす人ですね。 Mange、 行動ですね。食べる。Une pomme、 リンゴ、行動を受ける人ですね。食べられてるものですね。Je mange une pomme。 そういうふうに基礎の文章を作ります。目的語はいろんな種類がありまして、特に直接目的語と間接目的語というものがあります。直接目的語っていうのは、動詞の後ろに前置詞がいらない場合ですね。さっきの例えは直接目的語でした。私は mange、 食べる。何を食べるか、ここは前置詞がないですね。直接に une pomme と言います。リンゴ。une は1ですね。1個ですね。リンゴ1個。Je mange une pomme。とは、間接目的語というものもあります。間接目的語は基本的にあでつないで、で、人ですね。誰々にっていう意味になりますね。例えば、Je téléphone à un ami。Je téléphone à un ami。Je、 私、主語で、téléphone、電話をする、動詞ですね。à、 誰々にのにですね。un ami、友達。私は友達に電話をするという意味ですね。あ、アナミというものは間接目的語というものになります。そこが結構大事ですね。フランス語で動詞を勉強するとき、動詞の意味だけを覚えるじゃなくて、その動詞はどういうふうに使うか覚えないといけないわけですね。動詞によって目的語を受けれるか受けれない。受けれる場合、間接目的語を受けれるかどうか、直接目的語を受けれるかどうか、両方受けれるか覚えないといけないですね。ですから基本的に4パターンですね。両方受けれる、両方受けれない、直接目的語だけ受けれる、間接目的語だけ受けれる動詞です。4種類あります。辞書とかに調べるとき書いてありますね。とか例文とかもぜひ見て判断してみてください。またはたまに動詞の後ろは前置詞セットになったりしますね。前置詞があって、その前置詞は動詞とセットになります。簡単な例えだと、Je parle de la France。 Je parle de la France。フランスについて話しています。Je parle de la France。
主語は je、動詞は par、de は前置詞ですね。ここではについてっていう意味の前置詞ですね。La France、フランスですね。私はフランスについて話します。というふうに作られています。この de が入っているのは覚えるしかないですね。そこが難しいですね。動詞を勉強するときに動詞とセットで覚えないといけないです。気をつけてください。ですから、フランス語では日本語とかと違って主語を外すことができないです。なので、最低でも文章を作りたかったら主語と動詞が必要になります。気をつけてください。主語がなかったらおかしいなって思ってもいいです。文章になってないなと思いましょう。そこが日本語と大きな違いですね。日本語は状況を分かれば言葉いろいろ外すことができますね。主語でも目的語でも全部外して動詞しか残らない場合も結構ありますね。フランス語はそういうことができないです。なので、主語、動詞、必要だったら目的語を入れないといけないですね。言わないと文法的には間違いになります。フランス語ではないということです。気をつけてください。場所の保護、または時間を表す保護、基本的には動詞の後ろになりますが、主語の前にも入れることができます。例えば、あ、沖縄、il fait beau。あ、沖縄、il fait beau。沖縄では天気がいいと。あ、沖縄、場所を表す方語、il、主語。ここは非認証の il ですね。天気の表現によく使う il ですね。fait、動詞、beau、良い、いい天気が。まあ、フランス語ではいい天気がしますみたいな言い方しますね。あ、沖縄、ヴィルル、コンマ、il fait beau。で、さっきと同じ順の主語、動詞、ブラブラブラ。たまに中級者の方でも、そのことを、その基礎を忘れたりとか、喋るとき、急いで喋ろうとしたら、その主語を外したりとか、動詞を外したりしますね。で、まあ、すごい、単語で、単品で話すようになっちゃったりしますね。それはダメですね。気をつけてください。喋ろうとしたら、必ず頭の中には、ああ、じゃあ、主語が必要、動詞が必要、で、目的語が必要かもしれません。それは動詞によりますね。動詞の勉強になりますね。で、動詞は主語と合わせないといけないですね。それは活用というものですね。主語によって動詞のは変化していきます。だいたい語尾が変わる感じですね。つまり、認証、私、あなた、彼、彼女、私たち、あなたたち、彼女たち、彼たち、その主語によって活用が変わります。それに合わせないといけないですね。動詞の不定形のこのままも入れたらダメですね。ですから主語を考えて、誰が行動を起こすか、どんな行動か、その人と合わせて活用をしましょう。今日の動画はいかがでしたか？質問などがあったら、ぜひ動画の下にコメントを残してください。最近オンラインレッスンを始めたので、興味ある方はぜひお問い合わせください。お問い合わせは動画の下にリンクがあるので、そこからアクセスして、そこから、そのホームページからお問い合わせができるのでお待ちしております。今日の動画を見ていただいてありがとうございました。フランス語のコーチでした。Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le coach de français. Au revoir, à bientôt!